さあ今度は中国四国ブロックがバトンを受け取りましてですね、司会を務めさせていただきます。猫ジュクでーす。お願いします。と今ね、換気をしながらですね、続々と中国四国芸人が準備しております。ということで、地域チャンネルとは日本全国から地域の魅力が詰まった動画集まるサイトでございます、皆さんからのね、各地を代表する名産、場所、面白、人物動画などを募集しております。投稿された動画は東野さん、和牛が MC を務める生配信番組チーキーズチャンネルはアワードにて紹介されますと。一番面白い動画にはですね、月間大賞としてなんと10万円分のギフト券が贈呈されます。これすごいですね、めちゃ欲しい、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ということでね、いやもう、ガラリとね、こう全員出ていくわけですね、なんで今繋いでおりますただただ繋いでおります。あ、まだなんかいろいろありますね、東野藤井さんコンビ、配信で帰ってくる本日、18時半から生配信、東野藤井の30万争奪、お吉本お年玉ばらまき新年会、視聴はチケット吉本、オンライン料金は1500円、参加芸人はチャンス大城さん、ガリット中さん、日本の社長など50組でございます。これすごいですね、あれですね、いわゆる荒引き団ですね。ねえ、あ、これ言っていいですかいいっすか、いいか別にまあね、すごいですね、これがね、この18時半、これが終わった後からですかね、ということでございますと。さあ続々と、続々集まりがあんまりね、そんなすぐ集まるんですね、いやいやね、まあ元旦からね、こういうお仕事させていただくありがとうございますね、1日ですよ。これ今流れてますか？これ流れてるんですね。まだね、こう集まって、バシッと集まってパンっていきますんでね、どうですかね、まあ、オンラインでこう見ていただけるとありがたい話ですね、こういう、あ、ちょっとやっぱこう飛んでますね。これがなかったらピュンって飛んでるとこでしたよ。必要ですね。なんかこう、すごい静かな入りですねなんか黒目が多い、ちょっと報じ感があるんですけどすごい静かあ、いいですか、じゃあ行きましょう、地域チャンネルプレゼンツ6時間ぶち抜き生配信、吉本大新年間オンライン帰省楽しむぞスペシャル、中国四国ブロックスタート。さあ始まりました、ね、あ、こちらにこれ脱いでいくんですか、いいですか、あ、はいはいはい、で、ここ、ポーズか、あ、長いんですよ、あ、どうぞよろしくお願いします。親戚のおっさんかなと思ってね、すごいですね、ということで、新年明けましておめでとうございます。さあ、早速始まります、中国四国芸人の皆さんでございます。あ、これいいですか、ザラッといって、いやいやいや、なんか、あ、ちょっとすいません、はい、すいません、我々中国四国出身じゃないんですよ。え、マジで、どういうこと、あの大阪と千葉の幕張でやらせてもらってるんですか。なんで、どういう、どうなってんの。なんか噂によると、あのここがすごく少ないと、で関東からここに転校させられたみたいなんですよ。はい、これで全員ですか。あの僕も四国とか全然ゆかりないんですよ。どこよ。僕ですか、僕あのオリオン座です。ちょっとやめてください混乱しております。すいません、はいはい、僕らガチガチの広島出身なんですけど、はいはい、こんな隅っこに追えられるんですか。そんなことあるそうよ、ちょっとアイドルがだっよ。なんか僕ら恥ずかしいんですか。そう、ここは、ここは来ないんですか。これ誰も来ないんですか。ここは誰かいるんですか。バンビーノ、決まってる、バンビーノ、バンビーノはちゃんと、バンビーノも関係ねえだろあ、言い踏んでましたね、バンビーノ。おかしいだろ、上段会社バイト先が俺の方が上司だぞすごい、いろいろね、じゃあここは来ると、後ほど。そこは後ろ来るんですか。いや、誰もいないみたいですよ。え、ヒーローちょうで一人、はいはいはい、なんかスカスカ感があるんですよね。まあいいですか、ということでこの番組はですね、今年は実家に帰省せず家にいる方が多いということで、地方出身芸人が集まりですね、地元トークやネタを見て実家に帰った気分になっていただこうという番組でございます。
いやいやいやね、帰れませんからね、帰りませんよね皆さんね、はい、ということで、あ、ここでネタをやる、え、あ、ネタをやる方は移動してもらうと、あ、お、あ、じゃあ他にもちょっとね、抱負を聞いてくださいということなんで聞いていっていいですか。じゃあマイルドさん、なんか抱負なんかありますか、2021、僕ちょっとあぐらをかきます、ちょっとなんか、はい、今年はちょっとなんか、うん、投資を始めてみようかなと。何それ、なんで、あの、株をちょっと、うん、だいぶよ、そんな、だってなんかノウハウ知ってるんですか。いや、まあ去年ちょっともう年末から始めてるんですけどね、あの、短期トレードで、うん、はい、で、あの、もう買って、で、バババってね、あの、うん、10円ぐらい値上げしたところにパンと売るんですよ、そしたら1000円ぐらい、あの、利益が出るんですね。へぇ、でもそれでちょっとまあ生活できるぐらいまでのやってみようかなと。ああ、はい、じゃあちょっとプランになってる。まあ芸人としては完全に諦めてるってことですね。そう、諦めないでよ。いやいや、本当に本当にもう、あ、本当、もう本当にもう、まあ、それにちょっとまあ、ね、サイドビジネスじゃないですけども、あーはーはー、違う分野でちょっと収入を得ていこうという。ああ、いや、いいんじゃないですか、はいはい、最近のね傾向としては。そうですね、うん、いいじゃないですか。じゃあちょっと稼いでください。はい、だ今日も稼げますからね。ああ、そうですか。うん、なんかお年玉とかあるみたいですよ。ああ、ありがたい。はい。他には、あ、じゃあ、あの、中国、四国じゃない、レインボー。ああ、我々、はい。はい、ちょっとね、パチンコに行く回数を減らしたいなと思って。やばいっすよ。もう収録ぐらいで行ってるんですよ、今。収録？はい。それ、勝ってるの？いや、嘘みたいに負けてます。え、なんでやめ、先日も久しぶりにフードかぶってパチンコ屋で泣いちゃったこともあったんで。久しぶりに泣いちゃったんで。どんぐらい負けるんですか。いや、もう、あの、うん、ちょっといろいろあって我々3週間ぐらい休みだったんですけど、この前、まあ、自粛期間みたいな、濃厚接触自粛みたいなのがありました。あ、はい、マジで、はい、そうなんですよ。あの、軽自動車を新車で買えるぐらい負けましたね。すげえ、3週間で、はい、すごいね。だから最近、あの、軽自動車の CM 見ると買えたなと思っちゃうんですよ。まあね、いやいやいや、ちょっとそんなに、それなんとかギャンブル減らして、ギャンブル減らしてね。じゃあもう行った方がいいですか。で行きましょう。ではここでネタをやれる方は移動してください。どんぐらい、あ、もう、あ、全員、皆さんね、どこ行くかな。ちょっと、あの、マイダーさんも行くし、ちょっと、メゴさんに一人で、ちょっと、すいません、ヒロチョだけ残していきます。でも僕だけネタ なく、ないんですよ。なんでそうか、まあ、まあね、ピンでね、はい、ピンですもんね。まあでも、あの、全然一発逆ぐらいなら全然いつでもできるんですけど、この後に撮っといた方がいいですか。はい、今やってください。じゃ あ、 あ、今やりますか。はい、すいません、じゃあ、なんかあれば、この場で、はい、やらせていただきます。2021年牛年ということで、ショートロマンティック牛年。遅いな、何してんのかな。ギュもうあぁよっしゃ。いいですね、あれなくてもいいですね、カキーンとかね。そうですね、効果音なくてもできるやつ。いや、すげえ。そうか、アカペラバージョンみたいな、自力でやれるってやつね。いや、いいじゃないですか。さあ、ということで、もういいですか。じゃあ行っちゃって、はい、ということでネタの方行ってみましょう。よろしいでしょうか。中国四国芸人のネタを見ていただきましょう。それではどうぞ。今日ちょっとおめでたい芸を少しね、おめでたい芸ね。じゃあ今日はぴったりするものはスッキリするという、はい、そういった体操をやりましょう。体操ね。さあみんな、ピスッキリ体操の時間だよ。よし、今日もぴったりな部分を探してスッキリしようよ。ぴったりスッキリ、ピスッキリ。チャ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 ラチャララチャ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 ラーピッタリピスッキリピスッキリ明けおめめでたいめでたいのよ。もうね、トップバッターなのよ。もう3本目なのよ、今日ネタするのが。さっきついたのよ、ほんで温まってんのよ。ちょっとオープニングも全然間に合わず。じゃあいくぞ、ワン、ツー、スリーチャ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 ラチャララチャチャチャさっきまでと一緒だ。チャ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 ラチャララチャ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 ちょっと難しくなったね。みんな分かったかな。僕分かったから次行くよ。まずは
チャ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 ラチャララチャ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 ラチャ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 ラチャララチャ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 テレ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 テテテテタイタニックありがとうねスッキリピスッキリありがとうねはい、あなたの心を縛りつける紐を断ち切りに参りました。私、聖クワガタの集いから参りました。等しく人を導くと書きまして等身道と申します。人は日々怒りや悲しみといった紐でがんじがらめになりながら生きております。我々聖クワガタの集いはそういったきつく盗まれた紐、いわゆる悪縁を断ち切り良縁を呼び込もうという団体なのです。チョキチョキ。宗教の人ですか？宗教の人です。あ、宗教の人なんだ。宗教の人なんだ。あ、嘘つかないんですよ。あ、そのまま言っちゃう。嘘はついてはなりません。嘘は心に紐を結びます。私は宗教の勧誘に来ました。すっごい正面突破できますね。ごめんなさい、結構です。お金とかもないんで。お金は一切いただきません。一日に一度聖地東京都庁に向かい祈りを捧げる。聖地東京都庁なんですか？ダメですよ、多分勝手に聖地に認定してるでしょ。あれ都の持ち物なんで ダメですよ。なぜだと思いますか？わからないです。形がクワガタによく似ているからです。ごめんなさい、失礼します。失礼します。大クワガタ様とお話しされますね。何ですか、大クワガタ様って。大クワガタ様とは我々聖クワガタの集いの創始者であり、クワガタの化身クワガタが人の姿となってこの地上に舞い降りたお方なの。クワガタは地上にいますよ。大クワガタ様とお話しされますね。しないです、もう帰ってください。実はもうおつなぎしているのです。もしもし。もしもし、東神堂？東神堂でございます。ただいま目の前に紐でがんじがらめになられている方がおりますんで、断ち切りのお言葉頂戴してもよろしいでしょうか？あ、わかった。もしもし、大クワガタです。どうも。かわいい声してんじゃん。じゃあ、行くね。
チョキチョキ。ありがとうございます。じゃ、切るね。はいはい。あご入会おめでとうございます。入会しないですよ。どうもありがとうございました。お願いします。広島県出身三浦丸です。よろしくお願いします。 ありがとうございます。お子さんがですね、楽しんで学習できるようなユーモアを取り入れた学習、漢字取りのテストをしてください。すみませんね、すみませんね、舞い上がっております。もう一回最初から言いますね。最初から説明し直します。お子さんが楽しんで学習できるようなユーモアを取り入れた漢字ドリルって素敵ですよね。まあ一時ね、うんこ漢字ドリルっていうのが流行りましたけども、で私も考えました。広島弁漢字ドリルというのね、これ漢字が入ってる例文が全て広島弁になってるんですよね。これの小学校1年版を今日は紹介していきたいと思います。まずはですね、最初にこの1という漢字ね、これ習いますね。この1という漢字が入った漢字の例文、こちらになります。1時間目から体育で踊れ正気か。強いな。ええ例文じゃの。これ子供が共感できる内容になってるわ。続きましてこちら、男という感じね、これの男という感じが入った例文、こちらになります。あの谷は授業参加の時だけわしのくんづけで呼ぶとこじゃ。普段は呼び捨てしゃがるくせによ、親の前だけくんづけするんじゃ。女という感じの例文、先生、あんた一瞬だけ女の顔になりにさったの。職場れや子供にバレやるせいにはいけんで。右という漢字の例文、右はわしから見てか、どれから見てか、どっちじゃい。分かるように言うてみないや。左という漢字の例文、左の先生言うは方角のことかし、そのことか、どっちじゃい。こんな君が言うたよらんかたけんの、わしらも勘ぐるわいや。広島県二教祖が強いんじゃ。続きまして、手という漢字の例文、スクールバスの運転手がミンミンで飲みよるが、あれは大丈夫なんか。わしゃ小金やつ命預けとうなわいや。足という漢字の例文、このバカタレ遠足のやつにピノコを取ると、溶けるに決まってるのかバカタレが。目という漢字の例文、夏休みは先生の目が二重になったこと触れてことなんかの。夏休み先生に何があったんじゃ。線という漢字の例文、校長先生のフィリピンの土産話、小学生には刺激が強すぎるわ。校長調理のこと漫才やる場所を思うとるんかの。最後は生という漢字の例文、あいつどう見てもサイコパスやけど生き物代わりやらして大丈夫なんか。命の尊さは絶対分かってるなんだ。発売する予定はございません。どうもありがとうございました。よし、荷物はだいたい段ボールにまとめたと。あとは引っ越し屋さん来るの待つだけか。お待たせしました、引っ越しセンターです。どうぞ。おはようございます。お願いします。今日ってお一人ですか？ああ、そうっすね。これぐらい荷物だったら自分一人で。お願いします。こんな感じで荷物、段ボール のガムテープまとめさせてもらったんですけど、大丈夫ですかね？これはちょっとテープ弱いっすね。これあともうトラック乗せた時にもうバラバラになっちゃうかもしれない。すみません。これあったらもうガム手で。え、すごい！すごいです。私そんなすぐ切れなかったです。え、すごいプロって感じしました。すごい。じゃあこれ持ってっちゃいますね。これ本入ってて結構重たいです。自分は大丈夫です。え、すごいすごい。え、すごい、めちゃくちゃ軽々。え、すごいです。本当にたくましいです。私ちょっとも動かせなかったですもん。すごいです。3つとか持ってますけどね。本当ですか？素人の人って手で持とうとするから腰やっちゃうんですよ。ちゃんと腰を意識して持っちゃえば。え、すごい。社員から信頼あるんだよ。すごい。え、すごい。バイトなんだ。
どんどん行っちゃいます。お願いします。大物行きます。大物冷蔵庫行っちゃいます。冷蔵庫も一人で行けるんですか。いやそうっすね。もうお姉さんのこれぐらいの一人暮らし用の冷蔵庫あったらもう力とかいらない。あコツだけで持っていけるコツ。冷蔵庫のここを支点でここを力点とするじゃないですか、はい、この支点と力点を意識して折っちゃえば。え、すごい。え、すごいです。本当にすごいです。手とか離せますよ。本当ですか。え、すごいすごいすごい。すごい。え、すごいすごいすごい。持っています。せーの。ちょっと待って。冗談です。ねえ、面白い。面白いです。これ受けます。すごい。これ俺からみんなやるようになるんです。あ、じゃあもう最後ベッド行っちゃいますか。ベッドも一人で行けるんです。あ、もうベッドはだからもう力ずくで行くしかないみたいな感じだと思います。はい、だからもうベッドのもうベッドのもうちょっとこれすごい。すごいです。いすごいです。本当にすごいです。これも手とかって話せるんですか。ああ、いけますね。マジっすか。え、すごいすごい。大丈夫ですか。嘘大丈夫ですか。嘘肩外れちゃうし。あ、でも昔自分、はい、整体師の学校行ってたから、これもコツで入るんです。この部分外れてるの、はい、これもこうやって入れちゃえば。あ、すごい。ダメだ。嘘。あ、救急車お願いします。あれ、どうもありがとうございました。オダウエダです。コント記憶喪失。バッハのメネット、また上手になったわね先生。どう、体の調子は。はい、今はとっても爽やかな気持ちです。ただ記憶の方はまだ戻りません。焦らなくていいの。あなたがあの海岸で記憶を失って倒れていてからまだ1ヶ月も経っていないのよ。ゆっくり思い出していけばいいわ。はい。レッスンはここまでにしてお昼ご飯にしましょう。やったー。今日はラーメンよ。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメンマン。ラーメンマン。思い出す必要はないの。いつ誰やあなたのこの手は音楽家の手。締め染める必要はないの。今何か思い出したような。ラーメンはやめにしましょう。あの、今日はカレーにしましょうね。カレー、カレー、カレークック。思い出す必要はないの。カレークック。今日はカレー豆でブリの照り焼きにしましょうね。照り焼き、テリーマン。思い出す必要はないの。落ち着いて、この薬でも飲んで。バッファリン、バッファリン、バッファローマン。思い出す必要はないの。ラーメン、ラーメンマン。落ち着きなさい。ひで卵、ひで卵先生、ひで卵先生、ひで卵先生。あなたの先生は私一人だけよ。落ち着いたかしら。私は一体何を。レッスンはもうやめにして、もう今日は帰りにしましょうね。そういえば先生、どうしたの。庭でこんなものを見つけました。それはあなたには必要ないもの。返しなさい、返しなさい、返しなさい。あ、あ、これはベアクロー。あなたには必要のないものだめよ。つけちゃダメ、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 ダメ。思い出した。私はロボ超人ウォーズマン。よくぞ思い出した、ウォーズマン。私はロビーマスクだ。悪魔超人の共同した敵様に真っ当な人生を送らせてやろうと思ったが、いらぬ気遣いだってことだ。あ、さあ助けに行こう。筋肉マンを、ゴーゴーマスト、リング。次回悪魔将軍よみがえりのおまき、どうもありがとうございました。
お願いします。頑張っていきましょう、本当に、ね、いや僕らもあの広島県出身のコンビで頑張ってますけどね、やっとりますけどね。テンション間違ったな。テンションもね、間違ったね。ありがとうございます。お正月からお仕事いただきましてね。ありがたいことでございます。まあ知らない方がいると思うんでね、いや、そうですよ。いろいろ教えていかなきゃダメですけども。教えていきましょう。僕は通学館と言いましてね、もう二人とも結婚してまして、子供もね、僕なんてもう、ね、あの子供が二人いましてね。子供いましたもんね。もう吉本の仕事がまあほぼないので。ないです。皆無ですもんね。ねえ、もう親方が毎日にあの清掃のアルバイトやってまして。お掃除のバイトなんか、ね。バイトの給料が40万ほどございまして。えぐいんだって。お前えぐいんだよ。お前まあ正直言ってね、僕そこそこ金持ってるんですよね。いや、いらんこと。40万持ってるなかなかじゃない。毎月、まあ、40万は正直言ってこの中に40万稼いでる人一人もいないと思いますよ。何の自慢をしてるんですかあなた。いやそうじゃないですか、アルバイトでしょそれ。じゃあ例えば三浦マイルド、お前先月いくら稼いだよ。お前1万1000円です。めっちゃおもろいやないか。違うお前めちゃくちゃ弱者ですよあんなの。弱者ではない、それは。でもね、40万稼ぐの大変なんですよ。いや、そうですよ。それで言ったら、昨日なんて、僕なんてね、大晦日ですけど、夜勤してから、ここ来てますから。お前、夜勤してからここ来たの？そうなんですよ。昨日の夜勤大変でしたよ。夜勤です。渋谷で夜勤してね、まあ、お昼にも現場があるから、現場あってちょっと車の中で待機してたんですよ。ああ、夜までね。そしたらね、隣の車でカーセックスが始まって。バカ野郎、お前。ね、その喘ぎ声を聞きながら今ここに来てるわけですからね。聞いた後にね。そうです。それで稼いで40万ですから、僕の40万大して40万ですよ。大した40万ですよ。ね。まあこんな僕らですけどね、今年もよろしくお願いします。もうやばかった。付き合ってください。ごめんなさい、和田くんの気持ち嬉しいけどごめんなさい。私帰るね。じゃあね。仕方ない。でもなんか言ってん、好きじゃん。わからない、わからない。消しゴム落ちてなかったかな。ねえ、教室誰かいる？誰もいないよ。みゆきちゃんと青山くんだ。よかった、忘れ物しちゃってさ。いや忘れ物ぐらい一人取り来れたろ。いやそうなんだけどさ、あちょっと聞いてよ。さっきうちのクラスのデブの和田に告られてマジ最低だったんだけど。みゆきちゃんめっちゃ嫌なやつじゃん。最低だね。青山くんもこれ。青山くんもそう思うでしょ。いやそうじゃなくてみゆきちゃん最低だよ。え、和田くんは受験勉強忙しいのに遅くまで残って手伝ってくれてるじゃん。青山くんありがとう。和田くんだって男の子だよ、人を好きになったっていいじゃないか。青山くんありがとう。それなのになんでそういうこと言うんだよ。みゆきちゃん最低だよ。青山くんありがとう。いたの。なんだよみゆきちゃん、人のことなんだと思ってんだよ。俺がどんな思いで告白したか分かってんのかよ。ほんと最低だよこのクズ野郎。クズ野郎和田くん。言い過ぎだよ。みゆきちゃん女の子だよ。ごめんごめん。和田くんのこと信用して手伝ってって言ったんじゃないか。ごめんごめん。急に告白されて動揺してるだけじゃないか。それならなんでそういうこと言わなくて最低だよ。もう間違えた。青山くんありがとう。僕にお礼をする前に和田くんに謝罪だろ。正義感の化け物じゃん。和田くん言いたいことあるだろ。ちゃんと思い伝えて。みきちゃん好きです、付き合ってください。伝わんないよそんなんじゃ。ちゃんと伝えて。付き合ってください。よしよし。みきちゃんどう。あのごめんなさい、ちょっと待ってよ。もういい、青山くんもういい。和田くんいいやつじゃないか。何がダメなんだ、理由を教えてくれ。あの私デブ無理だから。それに話してても面白くないし、性格も気持ち悪いし、とにかく生理的に無理なの。和田くんだって改善すべき。ちょっと待って、死んじゃう。これ以上言われたら死んじゃいますよ。和田くん死んじゃダメだよ。分かってるよ、もういい加減にして。どうもありがとうございました。さあということで皆さんありがとうございました。いやいやいや、よかったですね。それではここからは企画に参りましょう。お年玉争奪お笑いバトル。はい、ということでですね、だいぶ長かったですね。もうすぐ終わるかなと思ったんですけどね。ということでなんとこちらのポチ袋、これございますね。お年玉と書いてありますけどもね、さまざまなテーマが入っております。そのテーマにまつわるトークや芸を披露して一番良かった方にこのお年玉を差し上げたいと思います、ということでございます。ちょっとね厚みありますよこれ。ええありますね。ちょっと見てみていいですか。この中にお題が入ってますんで。お題、お題、お題、あ、お題が、あ、お題が結構な厚みです。お題が結構な厚みです。
あ、でも、お前な。でも、これ金額言っていいですか。1000円です。おー、ないより、ないよりね。嬉しい、嬉しいですよ、1000円。まあね、取ってください。じゃあこれいいですか、言っちゃって。これもじゃあ、さっきこれたまたま引いたんで、こちらお題でございます。バン、今日ならウケるギャグというね、元旦の今日でございます。というある方がこれ1人1回、これ1個です、ね、何回でもいい。あ、何回でもいい。何回でも。じゃあこれが尽きるまでやります。尽きるまで、怖いな。じゃあ、あるという方、なかったらもう次いきます。ポンポンポン。どうでしょうか、今日ならウケるギャグ。ギャグとか嫌ですよね、正月から。どう、ギャグありますか。ギャグ、ギャグなんかね、こんなちょっとやめます。あ、お田植田さん、オーダーの小田がなんですけども、ね、はい、ギャグというか一発芸なんです。あ、いいじゃないですかね。じゃあ真ん中のここら辺来てもらってね、はい、先ほどね、あのさっきのネタは、うん、あれ筋肉マンが好きっていうネタでいいですかね。そうです。 あ、はい、違う感じですね。違いました、すみません。大好きですね。私はおならを自由自在に操ることが、女性でしょ。おならを自由自在に操る、おなら、はい、ね、って言ってる、はい、誰の人名か当ててください。はい、おならで、はい、女性だよね。あ、じゃあ準備入りますんで。本当、大丈夫、すごいな。これで名前を言うんだ、手で。じゃあ行きます。行、うん、きます。はい、うん、おい、ちょっと待って、すごいぞ。わかりましたか。名前言ってんの。今、名前をはっきり言いました。名前すか。ちゃんと聞き上げてください。え、もう一回出る。はい、はい、行きます。おい、ちょっと待って、ちょっと待ってください。その名前とかどうこうに、名前とかじゃなくて、女性からおならが出る音を上げてください。もういいけどな。もう一回、じゃあもう一回行きますね。いいよ、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 あ、わかった。そんな毎回同じ音鳴らすよ。分かり張りました。はい、いや、多分分かりました。ちゃんついですよね。あ、どうでしょうか。じゃあ正解、小田に聞いてみましょう。正解は、いきます。うん、分かった。あ、長いじゃん。じゃあ正解は、糸井重里。正解は、糸井重里でした。糸井重里でした。はい、残念です。こちら、はい、プレゼントさせます。プレゼントです。いや、すごすぎな。すごすぎ。いや、すごいな。このテンションで出るやつじゃないっすよ。そうよ。羽がもらえたらね、よかったね。ありがたいですね。いやいや、すごいよ。これもでも、風俗法とかに引っかからないですけどね。こういうことでお金をもらう。引っかかりそうだよ。すごいね。じゃあ次行きます。ほんとすげえわ。初めて聞いたかも、女子の変な。そうっすよね。うん、ショッキングねえ。じゃあこちら、いいでしょうか。こちら、はい、親に内緒にしていることを告白。うわ、ね、どうでしょうかね。これあるっちゃうか。親に内緒、まあだから、その面白いどうこう関係ないですもん。何でもいい。もう親に内緒にしてる。データ顔見てください。え、後ろの列の顔見てください、みんなの。何も隠してないんですよ、こいつ。こいつはもう、ありのままやってるんですよ、親に。あ、はい、ああ、はい、まんじゅう、助かる。あの、はい、あの免許を親が出してくれたんです、うん、免許のお金を、はいはい、更新してなくて、うん、それを免許はあの失効しちゃって、あら、あら、それまだ言えてないです。それはね、細かいっすよ。まあ、まあ、でも、あ、ひろちゃん、僕あの高校生の時に、まあ、両親がちょっと離婚してしまって、うん、はい、今、まあ、母親に育ててもらったんですけど。うん、先日はちょっと前にインスタの DM が来て、うん、都内で英会話教師をしている女性から連絡来て、はい、あの実は石村博人さんのお父さんに英語を教えてます、ほら、で、あの今度ライブ行きますねっていうふうに言ったんですよ。で、僕15年以上会ってなかったので、うん、でそのライブ当日に、まあ、ライブ終わった後にちょっとロビーでお見送りみたいなのしてたんですよ、うん、そしたらあの急に男の人がバッて来て、うん、僕の腕掴んで握手したんです、うん、でそれが親父だったんですよ。で、
て、何も言葉出ずに、ただただ親父もただニコニコしながら握手してて、でその英会話教師らしい女の人がもうツーって来て、なんかうんうんってうなずいてるんですよ。そしたら親父がその女の人に He is my son って言ったんですで、女性が I know って言ったんですよ。15年ぶりに聞いた親父の言葉が、あの中学生レベルの英会話っていうのは母親にまだ言えてない。言えてない。じゃあもう、いいですね。じゃあもう、はい、いや本当短いなんですけど、あの僕掃除機でオナニーしてたんですけど、それ親に言ってた。それ言ってなかった。なかなか過激だ。それ親に言ってない。言ってないです。言わないでください。短い。俺も自分の親に隠し事はしてないんですけど、俺あの池ちゃんのお母さんに実はずっと言えてないことがあって。え、なんですか。もうめちゃくちゃ苦手なんですよね。池ちゃんのお母さんで池ちゃん大好きで、もう溺愛して池ちゃん池ちゃんで、俺のこといつもおざなりにする。だからもうすっごい苦手で、それは本人にまだ言えてないです。言わないでいいよ。言わんでいいですよ。そんな合わないですよ。でも衝撃だったね、ひろちゃん。ありがとうございます。ひろちゃんだ、おめでとう。はい、次で最後でございますね。もうちょ後ろに書いてありますわ。なんかいいのがいいですよね。そうですね、うん、いいのあるかな。これに、あ、これいいじゃないですか。これいきましょうか。じゃあこちら、はい、ギリギリトーク吉本芸人ゴシップ。ゴシップ、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 なんでもちょっとしたこぼれ話で、ゴシップ、ちょっとね、見てくださいね、猫さん後ろ、こいつらゴシップなんか一個も知らないから。ありのままでやってるから、まっすぐ撮ったばっかりやってるから、人どうこう関係ないってことですよね。で、メモやめようか。どれぐらいのゴシップを言ったんですか、そんなことあります。ギリギリのね、他の地区はどれぐらいのゴシップを掘り込んだんでしょうね。あ、前もあったんですか、これは。ありました。テーマは結構な踏み込みようでした。すごいな、あったんですか。あれ、いや、もう、え、ちょっと下ネタでもいいですか。いや、いいよいいよ。あの原さん、ユニバースの原さんが聞いたんですけど、原さんが、うん、その大人のおもちゃがもう6000種類ぐらいあるお店に行ったんですって。でそれはこう手でこう触りながら、うわどれにしようとか選んでほしい、選ぶことできるんです、うんうん、うわこれとか、うわすごいいいなと思って、最終的に原さん、あの胸に当てるタイプを買ったらしいです。すごいな。いや、まあ、どうぞ。はい、ありがとうございます。ジャンボ。あ、じゃあ僕お金いらないんで軽いゴシップ。ああ、いいですよ、いいですよ。はい、はい、僕あの鬼越トマホークの酒井さんによくご飯連れてもらってるんですけど、はい、この間あの焼肉屋さんに連れてもらってるんですね、うん、そしたら酒井さん、あのここで検温されてました。どういうタイプの何そのスキンヘッドなんでここで検温されてました。なめんなだよね、すごいな。ちょっとこの中のメンバーの言っていいですか。あ、いいです。ちょっとこれ言っていいんかな、うん、ちょっとネルソンズの青山さんなんですよ。あれ、何、家の壁 DIY しようとしてます。いいじゃないですか、おしゃれで。いいやん、いや、でも綺麗にしようとしてます。いいぞ、はい、自分で、それ好きなんですか。いや、DIY は、いや、なんか壁紙きれいにしようとしてるらしい。池田のゴシップいいっすか。いや、はい、こいつあの後輩なんですけど、僕、家近かったんですよ、うん、で、僕がこの前引っ越した時に、うん、いや、家にこの家具置いた方がいいですよとか言って、はい、すごいいろいろ教えてくれたんで、ちょっとお前んち一回見に行かせてくれって言ったら、僕、本当にもう安い家賃のアパートなんですけど、うん、こいつとんでもないタワーマンションです。タワーマンなんて30万ぐらいするじゃない。こいつ、こいつどういう目線で俺の家のアドバイスしてたんだ。ニマニマしながら、ニマニマしながらバカにしたんですよ、俺の家来て。お前すごくない。ちょっとこの流れでいいですか、はい、これね、岸のお父さん、うん、86歳なんあげたい、あげたい、これおじいちゃん、お父さん、お父さん、俺のおばあちゃんに行こうよ。何歳の父さんなんじゃ、お父さんの何歳の時の子なんですか。50です。まあまあね、すごいな、あ、変な話やな、ゴシップやな。ちょっとあげましょうよ、いいですか。さっき、やった、岸さん85、6です。6のお父さん。あ、そう、すごいやん。岸にあげる。親が言って親孝行しなさいということで。親孝行、親孝行。さあ、ということで、それでは続いてまいりましょう。ご当地絶景からお届けお正月ギャグ選手権。
はい、だいぶ長いですね。日本各地の住みます芸人からその土地の絶景をバックにギャグを披露していただきですね、計画を、あ、動画だ、動画を募集、その中から一番を鶴中中本さんに決めていただきたいと思います。お願いします。さ、山口県のブルボンです。はい、山口県のブルボンに決定します。いやいや、まだ見てないです。いや、見てください、絶対多分山口県のブルボンに。あ、マジですか。うわ、ちょっとお墨付き。じゃあ行ってみましょうか。中国四国ブロックのお正月ギャグ動画を見ていきましょう。どうぞ。どうも、岡山県住みます芸人のピン芸人、エリシャキヨシと。ビジネス芸人のハロー、ヤッコ。ヤッコらしくしか会話ができない彼女。やっちゃくらいや。わー、むちゃくちゃ可愛いな。あ、あれいいな。あ、これ綺麗。あ、あれなんか知ってる？痩せた野生の馬。魚だけど。山口です。私は今、高知城に来ております。じゃあ、謎かけやります。高知城の天守閣からの眺めとかけまして、トランプをやってて、あーってカードをボロボロっとこぼした時と解きます。その心は、城下が丸見えです。これね、あの城下町の城下と、あのトランプを眺めて城下を分けてるんです。すごいのね。山口県住みます芸人の福太郎です。福子です。近いな。全国の皆様にお勧めしたいビュースポットはこちらです。光市の萩野平展望台からは瀬戸内海が一望できるんですよ。お願いします。せーの、牛ー。かわいい。山口県に来てほしいな。橋本工業、山口県住みます芸人土佐健です。私はですね、本日瑠璃光寺五重の塔に来ております。寒いね。さあ、それでは新年ということでおめでたいギャグいきたいと思います。1月1日、初日の出。どうも、大島県住みの芸人松本です。リーズです。パンピレーです。おわっしょい。明けましておめでとうございます。合唱おわっしょい。もうおすすめしたいポイントはこちらの絶景です。ご覧ください。目の前に見えるのは宮島でございます。それではお正月らしいショートコント、餅つき。こねるわ。オッケー、せーの、よいしょよいしょよいしょ。いや、手なくなるね。お待たせしました、山口県住みます芸人の山口県が生んだスーパースター、ブルボンです。全国の皆様、明けましておめでとうございます。この前台なんですけども、ぐるーっと一周山に囲まれちゃうような地形になってる。水路がまるで半円形のプラネタリウムのようになって、めちゃくちゃ綺麗なんです。ぜひ一度見に来てください。それでは最後にお正月ギャグやります。皆様、ハッピーニューイヤー。山口県なんだ、スーパースターブルボンです。ありがとうございました。ハードル上がりすぎそうじゃないですか。中本さん見ました、これ全部本当に。いえ、あのここの資料だけ見て、このブルボンいけるかなと思ったんですけど、はい、似たり寄ったりでした。そうだ、やめてください。これはちょっとまずい。あの岡山県の江西昭雄だけにはあげたくないんです。先輩ですか。これなぜかというと、はい、この方の住みます芸人なんですけど、あのちっちゃい軽自動車に乗ってるんですね。でそれをちょやめてくれと、夢がなくなるからもっとええの乗ってくれって言ったら、いや、こっちの方が周りのみんなに応援してもらいやすいと。で、陰で BMW に乗ってます、この人。最低の人間です、岡山。それはやめなくて大丈夫。だから岡山はないので、山口県のブルボンに差し上げたいと思います。結局ブルボンさん、おめでとうございます。いやー、ということで、さあ、ね、皆さんいかがでしたでしょうか。元旦一発目ね。まだこの後もお仕事ある方とかいるんですか。
これで終わりですか。まあもう四国の方はあんま喋るのが好きじゃない。そうね。温厚な正月は、ね、正月はあんま喋りたくないの。そうですそうです。あバンビーノはこっち。僕は愛媛です。はい、はい、僕は愛媛。こちら大阪なんですよ。僕は大阪です。はい。純粋中四国あんまりいなかったですよ。純粋四国がねあんまりいなかったですよ。まあまあでも良かったんじゃないですかね。いいっすか、終わりますか終わりましょう。誰がどことかよく分かんない、うん、そうね、ということで、皆さん現在ご覧になっているチーキーズチャンネル、これチーキーズって地域ってことですよね。すごい初めて知りました。チーキーズチャンネル、チャンネル登録お願いいたします。この後は大阪から2時間生配信でございます。あ、ドヒポンタさんです。お渡しします。ポンタさん、ポンタさん、ポンタさん、ドイツさん。